見つけたぞ、悪魔の米。くそ、ここまで追ってくるとはな。おい、逃げるぞ。からもらった石を出せ。いや、逃がすものか。災いを呼ぶ悪魔の米。悪魔の米、逃がしはせぬ。地の果てまで追いかけてやるからな。ふう、なんとか助かったみたい。しかし、ここ…やれやれ、やっと人の…ぜひいらしてください。寄らせてもらうぜ。おやおや、お兄さんたちは…私、つい先日、今でしたら先着者。おい、悪いけど俺たちは風呂なんか入ってる暇…ダメですよ、お客…確かに、ちょっと…なあ、せっかくのちゃん。はい、一名様。ピーピーうるせえ。何よ、マスターと話すくらいいいでしょ。マスターならはぐれちゃった妹の子。ここはガキの来る場所じゃね。ふん、分かったわよ。ふん。 あれ、あんたは。ねえ、名前を聞いてもいいかしら。あんたとはもう少しお話ししたいけど、まさかこんなところであんたに会えるなんて。
いや、遅かったな。ここの蒸し風呂はなかなかいいぞ。客は俺たちしかいないらしい。しかし、俺たちこれからどうするか。追っ手がここに来るのも時間の問題かも。ところで、お前少しはこの里を見て回ったんだろ？何か気がついたことでもあったか？妹を探している女の子を見たって。妹、まったく出来の悪い妹を持つと兄ちゃんや姉ちゃんは。おい、なんか喋ったか？おい、こいつはもしかして、ユウ…どこなの？なんだ、驚かせやがって。だって、お風呂に行くって出かけたもん。どこに行っちゃうんだい？はぁ、迷子ってやつ…ん？なあ、酒場の前にいた女の子が探していた妹…さぞ心細かっただろう。なあ、ちびちゃん。私、ルコ。よし、ルコ。本当？迷子はお前だろう。妙なことを言って大人を困らせるな。早く親のところに戻るな。もういたいた。まったく。あら、よう、ちびちゃん。ほら、お前のね。誰よその子。あたしそんな子知らないけど。何？あたし一人っ子だ。もう、なんなのあんた。人の話もろくに聞けないなんて、とんだひよっこちゃんね。なんだとこのちび。とにかく、ねえあんたたち、悪い。ありがとう。あたしはベロニ。こんな頼りないお兄ちゃん。ったく、最近のガキは生意気すぎるぞ。おや、いらっしゃいます。ん？あ、お前は懲りもせずまた来やがったな。子供が一人で酒場なん。俺たちの連れが何か。あ、いや、こいつは失礼しやした。このガキ。こんにちは、マスターよ。うん、
元気。お気持ちはありがたい。担当長、私と似た格好をしたセーニャって子が。セーニャ。おお、あのお嬢ちゃんならうちにお姉さん。そう、セーニャはどこに行く？西の方にお姉さんがいる。うん、西の方？実は私、虫風呂に入っていたところを魔物に、せっかくそこから抜け出してきたの。ねえ、あんたたち今はまだ詳しい話ができないけれど、お願い、どうか何も聞かないで一緒に妹を探してちょうだい。ありがとう。あんたならそう言ってくれると思っ。お姉ちゃんた、子供は危ないからダメ。あなたのパパについては心当たりがある。うん、うん、お前だって子供じゃ。うん、私を誰だと思ってるの？聖地ラムダからやってきた最強の魔法使い、ベロニカ様よ。むしろあんたの。さあ行きましょう。きっとセーニャも迷宮の中に。私知ってるの。危ねえ危ねえ、この先には確か落とし穴があったな。仕掛けを作った張本人が下手打って穴を開けるわけにはいかねえ。ここは回り道していくとしよう。こんなところに泉があるなんてな。あれは。セーニャ、セーニャったら、ちょっとしっかりしてよ。セーニャ。どんな時もずっと一緒だ。すみません、私人を探していて、疲れて泉のそばで休んでいたらそのまま眠ってしまったようですわ。
お姉様、なんといういたわしい姿に。え、あんた私がわかる何年もお姉様の妹をしてますもん。もう紛らわしい倒れ方しないでよ。なあ、お取り込み中のところ実は私とこの子はこんな見た目になっちゃっ、私をさらった魔物はね、魔力を吸い尽くされないように、つまりこう見えて私はれっきとした年頃のお姉さん。それは分かったけどさ。ええ、そうよ。私からもお願いいたし、闇心あれば影ご。ベロニカという女はただもの、あの女の魔力を全部魔王だって。間違いないわ、あの魔物たち。ホムラの里で虫風呂に入って、あの竜のそばに大きな壺があるでしょ。私の奪われた魔力はあそこにみっちり閉じ込められているはずだわ。なるほど、あの壺の中にお前の魔力が。なんだおめえらは。ははなるほど、おめえらは俺が取り逃がした獲物をわざわざ届けに来てくれたってわけ。家宝はブチ切れて待てとはこのことよ。さあ野郎ども、仕事の時間だ。こいつらの魔力全部吸い尽くしてやる。こうなったらやるしかねえ。油断するなよ。行くぜ。こいつでどうだ。
よし、助かったぜ。よっしゃ。魔王様の右腕になるという俺様の野望もここで。おい、その魔王ってのは何だ。いずれ魔王様にやられちまうおめえ。ああ、いずれ現れる魔王。私の魔力はその壺の中に閉じ込められているみたいね。これで魔力が戻るといいんだけど。頭のてっぺんですが、お姉様、そのお姿、お、うん、年齢までは元に戻らな、でも
せっかく若返った。まあ、お姉様らしいですわね。ところで、ねえお姉様、あちらの方のこと気づいてまして？ええ、もちろんよ、せいにゃ。あんたも気がついたみたいね。さすが私の妹だわ。命の大樹に選ばれし勇者よ、こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。私たちは勇者を守る宿命を追って生まれた聖地ラムダの一族。これからは命に代えてもあなたをお守りいたします。あなたは災いを呼ぶ悪魔の子などではありません。里の者から聞かされていました。私たち姉妹が探し求める勇者は瞳の奥に暖かな光を宿していると。まあ私は最初にあんたを見た時から全部分かっていたけどね。勇者を守る聖地ラムダの一族か。俺の読み通り、どうやらお前は本当に世界を救う勇者だったみたいだね。あんたにはまだ話したいことがいっぱいあるんだけど、その前にもうちょっとだけ私に付き合って。もう一人助けてあげたい人がいるの。ここからしか入れない部屋があるはずだから、一緒に探してちょうだい。かしこも牢獄ばかり。おい、そこに誰かいるのか。もう大丈夫よ、おじさん。いやー、ありがてえ。もう少しであの魔物たちの餌にされる。まったく、あんな可愛い娘さんをほったらかして、こんなところで魔物に捕まってちゃダメじゃない。え、あんたらまさかあの子を、ルコを知って。心配しなくても大丈夫よ。ふう、ありがとう。俺の名前はルパス。あんたたちから受けた恩はきっと忘れねえよ。ルパス、その名前どこかで聞いたことあるよな。ギク、それじゃあ俺はルコが心配。行ってしまいましたね。なんか引っかかるけど、まあいいわ。私たちもホムラの里に戻って少し休みましょう。